広田はじめさん当選おめでとうございます。万歳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 。はい、今回の選挙は自民党参議院議員の暴行事件ということでですね、突発的な選挙になりました。で、それともなってですね、10億円以上もの貴重な税金が使われる、そんな選挙で、ございます。そういった中で、政治に対する信頼を取り戻していこう。またお話しあったように、今の緩みおごり、やりたい放題の政治になっている、その原因になっているですね、岸田自民一強独占状態に風穴を開けて、政治に緊張感を作っていこう、そういった多くの皆さんの思いが結集をしてですね、一つの大きな力になって、今回勝利をすることができたというふうに思っております。